してライブがあって、その後にあのチャリティーオークションですね、でした。まさかの事態になってそう、チャリティーオークションがなんかね、ああいうのをやるのが初めてだったから、そう、でももちろんなんかこう募金、そういうね、全て募金させていただきますし、もちろんねそういうイベントなので、なんかなんだろう、すごいね素敵なことだし、だけどでもなんか初めてのことだったから、なんかどうし、自分たちもなんか何が正解なのか自分たちも探り探りというかわからなくて、でももちろん皆さんがそうやって盛り上がってくださることは嬉しかったしそうそう、だから全く弾いてるとか全くそういうことじゃなくて、そういうのは全くないんですけど、なんか誰も弾いてるとかはマジでないですよ。すごくこうやってこうね、もちろんそれはこういろんな形があると思うし、だけどやっぱり驚きはやっぱすごかったからもうメンバーもなんかどんな感じかは全然分かんなくて、あそこはリハーサルとかも何もしてなかったから、もうどんな感じになるか分かんなかったんですよ。そう、何が正解かも分からないし、そうそう、だからすごいね、もう本当に本当に付け足すみたいな、なんか書きましょうみたいな、とりあえず後で他になんか書きますねみたいな裏側もね書きました、書きましたよ。T シャツの方の裏側はもう一度全員が一言ずつっていうかね、なんかちょっと書いちょっとは全員書いてて、裏もポスターの方の裏もちょっとお絵描きしましたはい、そう、もうメンバーもやっぱ私物出すみたいななって、そうそう、本当にまあびっくりしたけど、こうやっぱりありがたいことだし、すごくね、そうやって少し、まあ、募金にイコールラブとしてそのね、こうできるっていうことはすごく光栄なことだなって思うので、オークションに参加してくださった皆さんにはすごく感謝だなっていう気持ちでいっぱいですそう、値段そう上がるにつれて、はぁって なりつつも、えみたいな、大丈夫か、え大丈夫かな、私たちのもうちょっとめっちゃ価値あるものにしなきゃみたいなメンバーの焦りというそう、もうなんか分かんなくなってましたね途中はねでもなんか今年一の最高額だよってね、おっしゃってたから、なんかこれがね、そういうチャリティーじゃない募金でも何でもなかったらちょっとあれだけど、でももちろんこれは募金だから、そう、全然まあね、ありがとうございますっていう気持ちかな